公州前は、信代の宗教家、革命家、太平天国の指導者。キリスト教をもとにした、宗教教団の排除定滞を起こし天皇を自称。南京を首都として、清市に反旗を翻し、国号を太平天国とした。元の名は、ひとしひ猿。生字は、筆衆。本願は、二欧衆学平県。関東省公州府下県福元水村出身で後に、 貫六根の村に移った八家人。農村の読書人の貧しい家庭に生まれ家居旧代を目指して役人になろうとしたが、1828年に県民と文に失敗、1834年に因民に失敗、1837年に三度目の落第をしており、失意の日々を送っていた。この時の屈辱で熱病となり、病床についている。その病床で、 老人から現世の妖魔を取り除くべく派遣したとの夢を見る。しかし家去に執着していた、甲州禅は6年後の同二23年春に再度、里見に臨むも落第した。この時、両発のカンセラことの影響を受けた、甲州禅は、校網の書を捨て、キリスト教へ改修し受精としての人生に終止符を打った。聖書の学習経験のなかった。 公衆禅は、自らの解釈によるキリスト教の教義として、廃上提教を解き始めた。廃上提教は入信すれば男女問わず平等であり、男性同士は、兄弟、女性同士は、姉妹都市、ヤファウェを、天父キリストを、天アと称した。教義は三位一体説と大きく異なり、公衆禅を、キリストの弟、ヤファウェの次男とし 人間界に至って神の意志を実行するものとしている。太平天国天皇玉寺当初公衆付近で布教を行ったが成功はしなかった。同光24年、公衆前は氷雲山と共に後世に移動して布教活動を行い、その地での神歩を増やしていった。同光25年から同光26年の間に元動性予訓、元動格予訓、 百0家等の作品を発表している。同校27年始め、校州に戻った、校州禅は、教会で数ヶ月競技を学習し洗礼を求めたが、教会は競技に対する認識が不十分として、拒絶した。洗礼を受けることが叶わなかった、校州禅は再び後世に向かい、教う山と合流、廃場定会の規則や儀式を、次々と制定していった。 勢力を拡大した廃城帝会は、キリスト教と相反する新朝と次第に対立するようになる。南京市天皇府跡内の高州禅像同行30年12月10日、高州禅は、木々を宣言して成長に反旗を翻し、天皇を称して、太平天国を建国した。皆、豊か2年、太平軍は、後世から湖南へと進出。皆、豊か3年には、 南京を選挙、天慶と解消し、太平天国の首都に定めた。太平天国前期では、軍事関係はすべて軍師により指揮され、甲州前は軍事行動と距離を置いて、調整を司さどっており、その体験は東王、楊衆制によっていた。天慶に首都を定めた後、甲州前は四所五教を禁書としようとしたが、楊衆制はこれを拒否。 結局、禁止指定は行われなかったが、この事件をきっかけに、甲州禅と、陽州政の溝が深まることとなった。甲州禅は同じく、陽州政に不満を募らせている北尾今さてる、翼王国立会、円王、旗日光と協力し、皆、豊か6年に3人に対し、陽州政中殺の密章を出し、9月には、典型事変が発生、陽州政、今さてる、 旗日光が粛清された。事件後は、翼王である、石田誓いが実権を掌握したが、甲州禅は兄である、甲と始発、甲仁志たちをそれぞれ、安王と福王に封じて徴用し石田誓いを牽制、結界した誓いの不満を引き起こし、石田誓いは大軍を率いて、甲州禅の指揮を離脱した。一連の政変で、太平天国の実権を掌握した。 高周禅であるが、これ以降太平天国の勢力は、急速に衰えていく。なお、安オと福王は、見識も才能もなく、はなはだ評判が悪かったこともあり1859年に、王号を剥奪されている。太平天国討伐のための新軍が典型に迫るが、陳玉星や李秀主などの活躍にもあり数年間は、太平天国は、新軍の攻撃を撃退していた。 皆、豊か九年、続帝の皇妃都市が天型に到着すると、皇宗前は軍師、非王に封じ、名義上の総理として、調整を騒乱させた。なんだ実績のない皇妃都市を徴用したことで、人心の離反を恐れた皇宗前は、関心を買うための王爵を乱発するようになり、これ以降で王に作法された者は二千名を超えた。同治元年に、陳玉星が、 新軍に殺害されると、太平天国の国勢はますます衰え、天啓付近の拠点は新軍に奪回された。高州前の晩年は保守化した思想面以外にも宗教に過度に依拠した政策へと突き進んだ。一度は国語を上帝天国に変更しようとしたが、周囲の反対により、天府帝に兄天皇を太平天国としている。李秀重は長期的に、 天慶を守備することを困難と判断し、天慶を放棄し、中原に転戦することを検索しているが、逆に、高修禅の怒りを買うという事件もあった。困難な局面下で、高修禅は適切な政策を打ち出すことができず、また軍隊も非正規軍が母体であるため新軍に対抗することができなかった。同治三年三月、天慶が包囲され城内の食料が不足すると、高修禅は、 草木で上をしのいだ。これは、李秀重が、餓死する男女が多い。願わくば、対策を示し人心を休んぜられたいと上奏したのに、対し、甲州禅が、皆天炉を食え、刺すれば長生きできると答え、自らが実践したものである。天炉とはでエジプト記第16章に出てくるマナを刺すものだが、甲州禅が実際に示したのは雑草であった。 進化はそんなものは食えないと言ったが、彼は食べ続け、ついに病を得たが服薬を拒否して死んだ。死骸は進軍により遺棄されている。ありがとうございます。